そんな幽霊みたいな姿のウィスパーには言われたくないよ。ほんで新たなミステリークエスト、これはもしやもう一回ナビをつけなければいけないということかな。どれ、これじゃない、これか。ポルターガイストの真実、イースト歌集にある古い洋館。ここでは誰も住んでいないのに家具が動いたりピアノが鳴ったり奇妙な現象が起きるらしい。このクエストの目的地ナビを行います。ナビを開始しました。で、夜になったら古い洋館へ行こう。夜だぞ。今から行っても大丈夫ってことよね。まあ、矢印があのマークになっとるってことは普通に大丈夫か。どこ？え、まさかの、え、どこ？ん？ここ、ここから入っていくってこと？え、怖っ。そんなところに、洋館。え、なにあれ？なんかマークがあるけど。おお、もう来てたの。見るからに怪しい洋館発見！見るからに怪しいとか言うなよ。あ、これ、あ、よかった。よし、これで入れる。ん、ここは誰も住んでないってことか。鍵がかかっている。鍵かかってるけど。鍵がかかってるみたい。どうやって入るん？じゃあ入れないじゃないですか。噂を確かめるために来たのに、入ることすらできないとは。悲しすぎるんですけど。ん？そこに何か書いてねえか？どこ？ほんとだ。てか天井低くね？4つの暗号で扉は開く。暗号は色違いの墓の裏と、暗号は西から東へって書いてあるみたい。暗号ですと？じゃあその暗号を見つけたら中に入れるようになるにゃんね。けど、色違いの墓って何のことだに？墓なら教会の墓地にいっぱいあるけど、行ってみるか？確かに来る途中にありましたね。とりあえず教会に行って探してみよっか。やめておきましょうよ。何か出たらどうするんでウィスカー？そんな幽霊みたいな姿のウィスパーには言われたくないよ。平気だって。悪いことしに行くわけじゃねえし。ほら、早く行こうぜ。妖怪もお化けが怖いのか。よくわからんけど。でも墓地に行くんか嫌やね。普通に嫌やね。西から東へって言った。色違いの墓地の裏？じゃあその色違いの墓地を東から、じゃなかった、西から東へ向かって調べていけばいいっていうことかな。なんかキラキラしとる。色違いの墓地。うわ、びっくりした。ちょっとやめてや。お墓が揺れうるとか。ん？これは。かげろうを見つけた。墓地で変化するのはやめようよ。拙者の姿に気づいたのはお主が初めてだぞ。生まれて初めて気づいてもらえて、なんだか涙が出てきたぞ。マジか。見つけてくれてありがとうでござる。これはお礼でござるよ。お、戦闘じゃない。攻めの秘伝書を手に入れた。ありがとう。いいよ、いいよ。見つけてもらうというのは、こんなに幸せなことなのだな。よかったよ、なんかいいことした気分。暗号は色違いの墓の裏で、暗号は西から東へ、でしたよね。なんかところどころ何かしら、備えられてるところがあるんやね。こことか。こことか。ん？なんか光よる。キャラメルピーナッツを手に入れた。こんなところ、お供え物じゃないのそれ。もらってっていいの？色違い、これ？これ？裏。は、てや。やったのに！暗号発見だに。おお、やったね。暗号にはなんて書いてあるの？P かな。ポルターガイストの真実、手がかり、墓の裏の暗号、P を掴んだ。暗号って一文字だけにゃんね。他にもあるってことじゃないの。てかまだ光よるけど。このお墓にある暗号は P みたいだにね。それとキーワードは4つの暗号。色違いの墓の裏。西から東へだに。
こんな時間に人が。幽霊じゃないよね。ごめんよ。邪魔しないでくれるかい？すいません。きっとお墓の中の人に話しかけよったんやね。もう他に色違いのお墓。あ、ちゃんとここに道あるやん。色違いのお墓。これさっきのやつやんね。あ、これも色違い。こっちの方が西側にある。なんかメモがあるぜ。これが暗号か？暗号のメモには、王という文字が書かれてますね。ポルターガイストの真実、手がかり、墓の裏の暗号王を掴んだ。よし！ここが一番西側にある暗号みたいだね。じゃあ最初の一文字が王。そしてあそこが P。あと、お姉さん。夜のお墓ってドキドキするよね。ゾンビ出ませんように。やめてよ。しかもあれやろ、海外ってさ、結構土葬やったりとかするけんさ。やけんこそのゾンビか。日本やったら仮装してしまうもんね。色違いのお墓は情けだな。あ、これもや。あ、これもあるじゃん。あ、これで4つやん。暗号を見つけたよ。これは、数字の3デビス？それ、逆さまじゃねえか？こいつは E だ。ってことは、ここは、左、右って感じで読めばいいわけね。ポルターガイストの真実、墓の裏の暗号 E を掴んだ。O、P、E って並んだ。だに。これだけじゃ何の暗号かよくわからないだに。そこですかさず隣。暗号発見！なんて書いてあるのかな？N って一文字で書いてあるにゃん。ポルターガイストの真実。手がかり、墓の裏の暗号 N を掴んだ。隣の色の違う墓より、こっちの方が東側にあるみたいだな。これで4つ。これで暗号4つ目だから、全部集まったね。でも、この4つの暗号は何を示してるんでしょう？ま、ここで考えても仕方ねえし、一回館に戻ってみようぜ。それが良さそうだね。OPEN。ん ?OPEN。え、そのまんまやん。ね、そのまんまやん。なに、それを入力したら開くってこと？扉が。なんか特に暗号にせんでもよかったよな。ん、なんか縦札とかあるんや、ここ。ほらほら。あれ、読めんのこれ。五輪と読めんとか。降りても読めねえ。縦札の意味。まあいいや。なになになに、新しいお知らせを受信したようでウィス。ちょっと見てみよっか。お知らせった。どこ？あ、妖怪お知らせった。漏れぞ、鬼時間で漏らしちゃった。だってヤバエビ周り鬼がいたんだもん。三種類いてさ、青い見回り鬼は視力がすごいんだよ。遠くにいても見つかっちゃうんだ。ピンクの見回り鬼は耳がすごくいいんだよ。絶対に近くで歩いちゃダメだよ。でも一番やばいのは、なんかもやっとした見回り鬼さ。こいつはミニマップに映らないんだよ。思い出したらまた漏れそう。え、そんなに種類おったんや。もやっとした見回り鬼って何？え、全然よくわからんねえけど。お疲れ漏れぞ。さあさあ、早く暗号を解きましょうよ。暗号を入力。よーし！ここに暗号を入れればいいんだね。4つの暗号。なんだったかにゃん。ふんふんふん。そこは私にお任せあれ。ちゃんと覚えてますよ。今までの暗号は、N、O、E、P の4つ。さすがだな。あとは暗号は西から東へってことでウィスから。西から東にあった順に暗号を並べ替えればいいだね。よーし。それじゃ入れてみようぜ。もちろん覚えてるよ。O、P、E、どこだ N。N。オープン。どうよ。え？開かないや。暗号が間違ってたみたいだに。
もう一度やり直すだにゃ。見つけた暗号を西から東の順に並び替えるにゃ。どの場所に何の文字があったか忘れちまったなら、もう一度教会のところに行って調べてこようぜ。え、何が間違えてたの？私なんか打ち間違えた？え、絶対間違えてないと思うんやけど。正解はオープンでしょ？ってことは普通に打ち間違え？え、もしかしてさっき私ゼロって打った？あ、なんかそんな気がしてきた。紛らわしいな。はい、オープン。さっき絶対ね、ゼロペンになっとったと思う。はい、決定。どうよ、次こそ。おっしゃー。はぁ、よかった。よーし。暗号は、O, B, E, N。オープンだね。扉の鍵が開いた。よし、入れるぞ。やったな。オープン。つまり、開くという意味の言葉でですね。扉を開くにはぴったりの暗号だっただろうね。わかりやすいっちゃわかりやすいですが、ちょっとそのまんますぎる気も。というか、一体誰がこんな暗号を仕掛けたんでしょう。中に入ればきっとわかるさ。ほら、さっさと入ろうぜ。古い洋館に入ろう。え、なんか誰かおるんやけど。誰だ？こっちのセリフだよ。ライアン、ジョシュアにデイビッドまで。マック、なんでここに。友達？友達というよりはなんかライバルっぽい。ここは俺たちの隠れ家なんだぜ。この前遊んでる時に建物の中に入れるって気づいてさ。それからは夜になると集まってここで遊んでるんだ。じゃあ入り口の暗号を作ったのってもしかして。僕にかかればあの暗号を作るくらい朝飯前ですよ、と。すごいですなぁ。大人たちには言うなよ。見つかるとめんどくせえし。おう、言うわけないだろ。ということは、ポルターガイストの噂って、ライアンたちのことだったんだ。誰もいないはずの洋館で遊んでる声が聞こえたから、ポルターガイストと間違われたんですね。ミステリー解決です。早っ。なになになに、びっくりした。めっちゃびっくりしたんやけど、今。解けない謎はありません。うさささささーっと、かわいい。ミステリー解決早っ。それにしても、ポルターガイストがお前たちのことだったとはな。ミステリーを期待していただけに、ちょっと残念でしたね。僕たちもまさかマックがここに来るとは思いませんでしたよ、と。やっぱマックには隠し事はできねえな。俺たちはそろそろ帰るけど、今度一緒に遊ぼうぜ。あ、いい人たちやった。バイバイ。そしてここから本当のポルターガイストが。おぉ。なになに、絵が落ちてきた？今何か音がしなかった？ひょっとして本物のポルターガイストだったりして。そんなはずねえって、噂はライアンたちのことなんだし。ピアノが。ピアノが鳴りましたよ。誰もいねえのになんでだ。それはやっぱり幽霊が。これって、やっぱり本物の。うわ、びっくりした。どうしよう。ん？って、あれ？よく見るとこれって妖怪？基盤通りやねん。ねえ、君は誰？キバーミー。あら、あなた私のこと怖くないの？なかなか見込みあるじゃない。てか仲間にいるからな。私は基盤通り、この館に住んでいるのよ。そうなんだ。あなたのこと気に入ったわ。一緒にポルってかない？ポルってかないって言われても。ポル、え？ポルターガイストを起こすことを幽霊の世界とか妖怪の世界ではポルルって言うん。さあみんな行くわよ。ミュージックスタート。なになになに、みんなって誰？うわ、なんかいっぱい現れた。ミュージックとは？え？またこれかい。
なんか私このジャンプがさ、いつもできないんだけど、一体何事なんだよ。とりあえずジャンプ以外はちゃんとできるようになろう。気をつけてやってか。なぜあんなに素早く動いてしまうんだ、私は。はいはい。大丈夫。ああ。さっきのジャンプできてない。それ以外をやっていけば、多分そんなにポイントも減らないと思うんだけど。ああ、ジャンプできない。できた？できてないよね。あ、やべえ。どう？大丈夫？もうみんなのダンスが見てる余裕ないし、あ、オッケー、やった！ちょっと早めにやらんといかんということか。あー、追いつかない。多少できるようになったかな？多少ね。ちょっともうみんなのダンスとか見てる余裕ないんだけど。なんかいい感じで踊りよんやろうけどさ。うぃー。いける？いけてないわ。待って待って待って。はいはい。難しい。私リズムゲームダメだな。あ、とりあえずこれ連続で押しよったらいける。ほら。ああ、連続タップしよったらいける。何今の最後の。ね、なんか後ろにでっかいやつおったよ今。楽しかったー。なんかみんなで踊りよる間になんか恐ろしいもの現れとったけど。それは良かった。私たちもとても楽しかったわ。また遊びたくなったらいらっしゃいな。あなたならいつでも歓迎するわ。上手に踊れたら一日一回いいものをプレゼントしてあげるわよ。ほんと？やったー。初めてクリアしたんじゃない私。ケイト大丈夫だったか？イエーイ。全然平気よ。みんな、置いてくなんてひどいよ。悪かったって。無事だったみたいでよかったぜ。お一人だけ出てこなかったので心配しましたよ。って、妖怪がいっぱいだにゃん。みんなここで踊りながら遊んでるんだって。ということは、本物のポルターガイストって妖怪の仕業だったんでミス？そうみたい。あなたたちもポルリたくなったらいつもいらっしゃいな。そうそう、朝まで遊び尽くそうよ。レッツパーティー、イエーイ。ポル？ポルターガイストのポルですかね。こういうの初めてポルってみたけど楽しかったよ。毎日ポルってたって全然飽きないんだよね。さっきは驚いて逃げちまったけど面白い奴らだったんだな。そうそう、ケイタのダンスも見れたし。ケータ、ノリノリにゃんね。すっかり仲良くなったみたいでウィス。さすが妖怪マスター、ケータさん。こんなにすぐに打ち解けちゃうなんて、やっぱりすごいっす。照れとる。お、二人バージョンになった。解決！おー、賑やかになったね。三人分。ミステリー、ポルターガイストの真実、バッチリ解決。お見事！イエイ。ソーリーのロックが外れた。お。しし楽しかったな。いやー、ヌーに書いてあることって、ちゃんと本当だったんですね。びっくりしただに。集めてたのに知らなかったにゃん？今までのヌーの記事って、全部 USA のミステリーでしたからね。確かに。ミステリー調査も楽しんだことだし、ひとまず日本に戻りますかな。ずっとこっちにいるわけにもいきませんし。お、そうなのか？なら時計屋に戻るか。だね。こうして行ったり来たりとするわけだね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。